京 D1 広島フォーラムは企業の業種を超えて、そしてテレビとイベントの垣根を超えて、学校、学部の垣根を超えて、すべての領域を超えて集まった人たちによるイベントです。それではまずは本日のナビゲーターをご紹介いたしましょう。茂木健一郎さんです。大きな拍手でお迎えください。皆さん、もう今日はもう素晴らしいイベントですよ。今日おそらくね、世界でもこういうイベントないと思います。もう広島で、はい、広島初です。もう広島がもう世界に先駆けてこういうね、素晴らしいイベントをやってるということで、はい、今日は就活生の皆さんも多くいらっしゃるということで、なあ、いい就職しようねまあでも今日はまあそこは置いといて、とにかくこういう素晴らしい働き方、素晴らしい会社があるんだってことをまずね、学んでいただけるとこれからの人生に役立つんじゃないかなと思いますけどね。欧州コーポレーションから本日は峰代表取締役と採用担当の関さんにご登場いただきましょう。いらっしゃい、採用担当、はい、理事長だ。よろしくお願いします。何しろって28万人卒熟生が、そうですね、すごいよね、まあ、おかげさまでたくさん優秀な子が、まあ、出てるわけです。一番最初の卒熟生が今50歳ぐらいです。なのでまあいろんな業界で、まあ、中核を担っておってですね、まあ、非常にありがたい。欧州コーポレーションさんは塾と学校支援を主にやってらっしゃる企業でいらっしゃるんですよね、はい、そうなんですね。まあもちろん進学塾なんで、志望校に行かれます。まあ、その後も実は高3ぐらいまで欧州塾を併用して通ってくる子が多くてですね、先ほどあの京都大学医学部医学科最難関ですけど、小3から高3までって書いてあるんですよね、あの子ね。そうですね、そういう子が非常に多くて、まあ、彼らからしたらまあダブルスクールしてるようなもの。本当だね、まあ、何だったら先生たちが学校を作ってくれないかとという要請があって、それで AICでね、あれができたということで。いやでも僕ね、あの高校は本当びっくりした。僕はあの、まあ、教育についていろいろ動向を見てるんですけど、まさか広島の地にあんなすごい高校があるとは想定外でも、まあ、私たち自身の反省もあってですね、今までの私たちの受験指導って、まあ、例えば東京大学ですとか九州大学ですとか早稲田ですとか、いや北海道もいいぞ、まあ、全て国内の大学の選択肢を進めてなかったんですね。ところがあの例えば経済の世界で成功しようと思えば、まあ、ひょっとしたらスタンフォード大学の学校、うんうんうん、あるいはロンドン大学の学校という選択を与えたかったというのが、まあ、理由ですね、作りたかった。いや僕はこの番組の取材で思ったんですけど、もちろんあの AICJ 素晴らしいんですけど、やっぱり収益の基盤がちゃんとその塾っていうことでないと、ああいう先端的な試みも十分できないじゃないですか、そこが企業として本当にあの素晴らしい立て付けだなと思ったんですけどね。ありがたいことで平均通塾年数がだいたい6年ぐらいです。おそらく普通の塾さんは長くて3年ぐらいだと思うんですけど、これ全国的に見てもかなり画期的なビジネスモデルじゃないですか。そうですね、当たり前のように高3まで通ってくれる子は非常に多いですから。あ、それでそう思いました。採用担当の方またちょっと来ますね。どうですか、どういう人が欲しいですか。でも素直な、ありがとうございます。人間力がいつもお兄さんもおっしゃってたと思うんですけれども、まあ、素直な学生さんっていうのは、まあ、フィードバックした後にもそれを生かそうと成長される方だと思いますので、まあ、欧州だけでなくても素直な心って大事なんじゃないかなと思ってます。ちょっと今最前列でうなずいてる素直な学生がいたんで、ちょっと彼に聞いてみますね。君随分素直にうなずいてたな。なんか質問したいことある？塾で講師のバイトをしてまして、それでよく子供たちから聞かれる質問で、勉強って何のためにするのっていうことを本当によく聞かれて、でも僕自身もまだ働いてないから、働いた時に人の役に立てるんだよっていうことをその出せなくて、とそのプロの方々はその勉強って何のためにしてるのかって、ここのみんなも多分思ってると思うんで、はい、これ先生いい質問ですね。どうですか。いい質問ですね、まさにこの部屋がそうなんですよね。ほう、無駄に天井が高い。広手に何か文句言ってる、ね、おそらく体積の出し方を教えると思うんですけど、底面積が高いで、それをいち早く誰よりも解けたところで何の役に立つかということですね。確かに教えてる生徒さんが、先生これ無駄に天井高い高さ半分にすればいいじゃん、はいはいはい、高さ半分にすることは体積が半分になります。
イコール暖房費も半分になる。コスト的に言ったら確かにこのホールね。そうなので体積を学ぶのはそういうことができるよっていうことを言うだけでも目の色変えてる。なるほどね。あとあの本社ビルとか本部のところ の、 あの内装とかあのアートワークとかもすごい。社長、御社ほど無駄のお金使ってるんですか。そうですね、反省してます。あれ行かれたことある方分かると思うんですけどね、すごいアートワークがありますよね。まあ、本物に触れるっていうのは非常にポイントだと思うんですね。まあ、今式に言われてるそのステム教育があって、はいはいはい、まあ、例えばここの高さを低くするのは体積を減らして、まあ、暖房費を上げる意味ではいいんですけど、ステム、スティームって A、アートね、アートの部分ではこれアート的なような気がします。あの小野洋子さんのあのアートワークもあそこに置いてある。やっぱり広島テレビ素敵だなと思いますけど、ああいうことが無駄ではないという。無駄じゃない。いや僕とにかくびっくりしたんですよ。そのあのなんとか先端的な高校のあれ、おそらく日本でも今トップレベルだと思います。この東京を含めてトップレベルだと思います。でその背景にあるのがその欧州コーポレーションがやってるその塾事業は、まあ、これある意味では今までの日本の入試制度に寄り添ったビジネスなんですけど、そこでやられてることが革新的なんですよ。だからその土台があったからあの高校もできたっていうんで、全体としてね、あのすごく DNA が優れてて、まあご本人が言うとあれですけど、峰社長のなんか見識ですよね。すごいわ。全員の知を集めてますから、一人がすごくてもあんまり意味ない。ちょっと社員っていうかどうしてかですか。やっぱ社長すごいですよね。そうですね、もともと先生でをしてるので、まあ、今日あの社員全員そうですけれども、やはり、まあ、教えるのも上手ですし、まあ、ついていきたいなと思ってます。ついていく。はい、じゃついていくそうですよ。あといつまでもあ、だから教えながらいろいろビジネスのことも考えられるという意味においては、教えるのが好きだしビジネスのことをやりたいっていう方にとっては最高の職場ですね。なので欲しいのは実は事業ができる社員が欲しい。おーおーおー、やっぱり授業ってね、僕もほら今いろんなこと授業やってるけどさ、自分が成長しますよね。自分が、ま、あの人に教えることで自分が成長するから。あとしかもその教え子との絆ってのはもう一生ものだしね。いや素晴らしいなと思いますけど、社長最後に学生さんにメッセージなどございましたら。はい、あの児童とうちの教育理念って良き敗者たれですね。塾なのに良き敗者たれって何だって思うかもしれないですけど、まあ、きっとあの皆さんも勝ち続けると、ね、非常に難しいと思います、まあ、でもそこでどう立ち上がるかこそが、まあ、ポイントのような気がして、入試って一生続くと思うんですよ。そうかそうか、形を変えて鋭い。なので今からが本当の入試だと思います。あの社長、僕があのまだ取ってないものの一つにノーベル賞っていうのがあるんですけど、僕この前あの大阪マラソンしてたら、山中先生が京都大学 iPS 研究所の前走ってて、ノーベル賞のレースでははるかに負けたんですけど、マラソンでは抜かしたんですよ。でその山中先生はまさにグッドルーザーで、あの方京都大学医学部から落ちてんだよね。だけどその後やっぱりノーベル賞 iPS 細胞ってことで、はい、本当に山中先生こそグッドルーザーだと思うんですけどね。ジョーアンスターのキャラクターのさかなクンもそうですね。あ、なんかうまくつなげてくださって東京海洋大学受験されて不合格で、でもあんだけ脚光を浴びて今東京海洋大学の名誉教授。もしよかったら広瀬のなんかどっかなんかの番組の司会かなんかやられますよ。今ちゃんと次に繋げてくれてる。すごくない？ありがとうございます。ありがとう社長。本当は魚介類に対しての愛情が強いから。だからやっぱりあの魚くんも実はグッドルーザーだという、諦めずに、はい、努力し続けることっていうのがすごい大切。いつか必ず勝者、逆の悪しき勝者にはなっちゃいけないですね。あ、確かに。だから逆に大学受かったからといってそれ悪しき勝者になるとその後の人生ダメになっちゃうってことだもんね、はい、深い。挑戦し続けなきゃいけないですね。はい、今日は本当に貴重なお話をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、お話いただきましたが。